皆さんこんにちは、こんばんは、ゆびチャンネルです。今日はですね、5、6年ぶりにあいつに会うために舞浜のイクスピアに来ています。そう、あいつを食べるためにです。行ってみましょう。レインフォレストカフェ、今日はこちらに来ました。レセプションの脇を抜けるとお土産屋さんみたいになってるんですね。そこのところからレストラン入り口、そこにね入ってみますと、もう異国の感じになってますよね。レインフォレストなので、まあ、熱帯雨林、それをテーマにしたレストランです。どうですか、この水槽も大きいですよね。そしてもうジャングルですね。アマゾンというのかな、ジャングルです。で、私たちがですね、案内された席のすぐ横にはですね、ゴリラの親子がいました。他のところを見てみると、このようにですね、まあ象がいたりだとか、あと天井の方とかね見てみたりするとですね、あの猿がいたりなんか、いろんな鳥がいたりだとか、そんな風になっていてですね、こうアミューズメントをしてなんかやっているような、そんな感じでしたね。でちょっとね、子供はゴリラが怖かったみたいだったんですけども、だんだん慣れてきましたね。結構もうこれ閉店の頃の時間だったので結構空いてましたね。さあ、最初に頼んできたのがですね、ソフトドリンクです。ちょっと今日はあの車に来ちゃったのもあったんでお酒はやってないんですけれども、これですね、おかわり自由なんですね。オーダー制でおかわり自由。そしてルッコラサラダピザ、これね美味しかったですね。あのこのピザ初めて頼んだんですけど、これすごい美味しかったです。次はカルボロネーゼ、カルボナーラとボロネーゼを合わせたパスタになっています。そして今日食べに来たのがこちら、モジョボーンです。このお店に来たら必ず頼むんですね、こちら。どうですか、これ美味しそうですよね。これはテンション上がります。早速切っていこうと思うんですけれども、こちらねすごいね柔らかいお肉なんですね。なのでね、骨から肉がですねすごい簡単に切れて、そしてこのバーベキューソースで食べる、これがねすごい美味しいですね。もうこれで、ね、たまーにこう食べたくなるなっていう風になってきてですね、まあちょっとなかなか来られないっていうのもあるんですけれども、結構いいお値段するのでね。だけどね、もうどうしても行きたいなと思ったので今回来ております。そしてこうやってたまにですね、ウホ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 っていう風にやってですね、こういったね、ゾウの方ではパオーンって言ったりとかして、こういう風になんかこう盛り上げてくれるような、そんなとこですね。続いてはさっきのピザですね。このピザがね、またこれまた美味しかったんですよ。うまいことバルサミコ効かしてるんですかね。トマトの酸味すごく合ってたし、食べ応えっていうんですかね、生地がねそんな厚くなさそうで、結構厚みを感じるようなそんなピザ生地になってて、ピザ生地もすごく美味しくて、結構噛む回数も多くてですね、食べ応えすごかったです。でこちらのカルボロネーゼ、これはですね、まあ、正直言ってまあかなっていう感じでしたかね。まあ、カルボナーラの部分とボロネーゼの部分それぞれあるんですけれども、なんだろう、こうやって別でこうボロネーゼの部分食べるとも美味しいんだけども、それ以外の方はこう、まあまあなのかなっていう、そんな印象でしたね。はい、こちらからメニューになります。そしてですね、こちらのソフトドリンクですけども、オーダーしていたのでおかわりが、まあ、自由だったんですね。なのでお客様も特に待ってる人たちもいなかったっていうのもあったので、ゆっくり時間を過ごさせてもらおうと思ってアイスコーヒーを、まあ、頼んでおかわりしてなんてやってたんですけれども、こちらいらっしゃる時にはですね、必ず予約をした方がいいと思います。当日予約しないで来る方々もいらっしゃるんですけれども、結構ねやっぱ混んだりするので、階段のところで並んでたりするんですよね。なので予約しているとその並んでる人たちの横を通りながら下の方で来て席に案内してもらえるっていうことができるので、こちらはね予約することをお勧めいたします。もし当日でもですね電話してみたら予約席取れたりすることもあると思いますので、それで予約はお勧めですね。はい、ここまでどうもありがとうございました。またお会いいたしましょう。いやー美味しかった、モジョボン最高。